の坂田航を退けて2回戦に駒を進めてきました。連続レイシー、この落ち着いた表情、この視線の先には当然モーリス・スミス。大きく息を吐き出して、そしてトップロープ越え、連続グレイシーです。第10試合トーナメント B ブロック2回戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー188センチ、 101.3キログラム、モーリス・スミス。赤コーナー178センチ、 80キログラム、ヘンゾグレイ。対戦の2つ目の試合です。モーリス・スミス対ヘンゾ・グレイシー。このカードだけ熊久保さん、はい、リング数が入ってないんですよね。そうですね。でもこのカードはね、あれですよ、アメリカのノーホールズバードの、ペーパービューでやった戦いであるとかでも、そのメインを張れるカードですよ、そうですね、本当豪華なカードですよ、はい。さあモーリス・スミスはブランドン・リーを下し、ヘンゾ・グレイシーは坂田航を下して、この2回戦です。さあゴングです。まずローからいきました。ヘンゾはですね、打撃系の選手ですね、対策バッチリですからね、今までの大会でも打撃系の選手にも本当ほとんど封鎖しますからね、上になりました。21キロのおよそ差があるんですが、その体重差はこのヘンゾ・グレイシーにはテクニックの前に関係ないのか。上になっています。ヘンゾはですね、ヒカルド・モラエスとスパーリングやっても全然負けないらしいですからね、その辺はやっぱり成瀬さん、技なんでしょうね、体重差が全く感じさせないというのは。これ足で3角入ってました。足で三角けど、はい、はいはいはい、おお結構締まってきますね、締まってきますね。これがさっき交差がよく使うってやつなんですよ。はいはい。で腕も狙ってますからね、ちょっと危険ですねこれは。早くもモーリス・スミス。うわーと立ったのか、立った、終わった終わった。ヘンゾ・グレイシーグランドファイナル進出を決めています。ヘンゾ・グレイシー。ああっけないというか、これはグレイシーの強さなんですね。そうですね。1ラウンド50秒。そこが見えないですよね。ヘンゾ・グレイシー選手のお待ちでございます。さっきですね、坂田を1分25でしたっけね。1分台で退けているんですよ。今回は1分かんなかったですね。50秒ですよ。いや、本当モーリスほどの相手をですね、これだけは嫉妬させたんですからね。本当そこが見えない実力ですよ。いや、今一瞬この大阪府立のですね、会場の空気止まりましたよね。勝ちました。ヘンゾ・グレイシー。これがグレイシーのスキルです。テクニックです。技です。いやー、2000年のグランドファイナルに駒を進めました。ヘンゾ・グレイシー。いや、まあ今回カリウハの選手が、B ブロックの方ですね、ヘンゾしか勝ち上がらなかったんですけども、はい、いや、この選手一人で十分って感じですよね。ですね。いやー、成瀬さんの目から見てどうなんですか、同じ格闘家としてこう。そうですね、やっぱり強さの質がですね、国力の強さもすごかったじゃないですか、でまた全然また全く違った本当質の強さで、本当にまあそこが知れないですね、本当にそうですね、全く異質のものを見た感があります。ヘンゾ・グレイシー、いやー、まあ、これはオーバーに関する本当神がかった強さですね、決勝トーナメントはこれは楽しみです。E eu vinha me sentindo muito mal por causa disso, porque eu não tinha tido a chance de dar um bom show ao povo japonês. Qual o nome dele? Love. Dúvida nenhuma, meu próximo adversário, que é o gigante de 120 quilos. Ok? Vou